はい、エビちゃん皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ということで最近ね、いろんな選手使っているので、まあその中でね、使用感良かった選手だったり、あれ思った以上に弱いなみたいな選手をね、一挙紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、まずはカンナーバーロですね。176センチのミディハイの33というところで、まあペース、まあ最低限あって、ドリブルも使用感軽くて、で、守備はめちゃくちゃ高くて、まあフィジカル値が低いっていうところで、なんかちっちゃいマルディーニっていう、感覚かな。で、プレイスタイルはめっちゃ優秀で、ブロック、インターセプト、予測、スライディングタックル。このアクロバティックプラスいらないね。あと、エアリアルプラスも、まあ、あるから、助かる部分はあるから、まあ、このアクロバティックプラスがいらないけど、まあ、普通にね、この守備の、ここの部分は、めちゃくちゃプレイスタイルは優秀だし、まあ、守備はね、めちゃくちゃ動かしやすいです。ほんと、難点としたら、やっぱり、フィジカルの部分で、体入れられるとね、結構ちっちゃい部分があって厳しい部分があるので、ただまあ寄せの速さだったり、真ん中での動かしやすさっていうところに関しては、まあ、今まで使ったセンターバックの中でもトップクラスに良かったので、まあ値段もそこまで高くない選手でアイコンのセンターバックっていうところなので、まあ今の環境にもインターセプト予測あるのはめちゃくちゃいいと思うので、まあ作る価値はあるかなっていう感じです。はい、全然強いと思います。続いて、バデですね。191センチのミリハイの33です。能力がペース、まあ最低限あって、この選手はね、191センチあるのに、アジバラ83、80、で、ドリブルも82、コントロールも90っていうところで、でかいのに動かしやすいっていうところが一番の特徴かなと思ってます。で、守備に関してもね、まあ最低限の数値あると思いますし、体幹の数値も、最低限あると思います。で、プレイスタイルがめっちゃ優秀なんですよね。まあ、ジョッキーがあるから、ジョッキーがあってさらに、アジバラの数値も高いから動かしやすいし、まあ、予測もあって、スライディングプラスにブルーザーっていうところで、であと容赦なしもついてるんで、1試合使えますよっていうところで、まあ、この選手はね、まあ、結局、自分エボったのはウゾジェだったんですけど、正直、この選手にしても全然問題はないと思います。使用感としては、この数値以上の使用感でした。めちゃくちゃ強かった、正直言うと。だから、まあ、しっかりね、タックルも入るし、体も強いし、身長もでかいし、存在感もあるしっていうところで、で、カバー範囲もなんかね、使ってて広かったんだよね。で、足の速さも全然気にならないしっていうところで、まあ、値段も安いし、ケミも合わせやすいしっていうところで、まあ、個人的にはめちゃくちゃ、おすすめできる選手かなとは思いますので、まあ、今の環境でも全然やれるセンターバックかなっていうような、印象です。はい、続きましては、ファンタジーコナテですね。194センチのミディハイの33といったところで、まあ、ペースね、普通にしっかりあって、アジバラの数値も悪くなく、リアクション93、冷静さ90も素晴らしい。で、守備値もタックル91あったり、まあ、素晴らしいですよね。で、フィジカルの部分もスタミナないんですけど、この選手容赦なしプラスなんで気にならないし、他の数字も申し分ないと思います。で、プレイスタイルもね、強パス、ジョッキー、ブロック、スライディング、ブルーザープラス、トラッパー、ラピッド、容赦なしプラス、エアリアルっていうところで、まあ、素晴らしいっていうところなんですけど、やっぱりね、今の環境、センターバックは、このどっちか、まあ、どっちもあると一番嬉しいんだけど、まあ、やっぱどっちかないと厳しいなっていうのすごく思いましたね。結構今プレスバックする守備が結構多いと思うんですけど、プレスバックした時にパスカットがないから、いい感じでボールをカットしてくれない。で、縦パス入った時に予測で行こうとしても、四角で全然タックルが入らないっていうところで、で、ブルーザープラスはすごく強いんだけど、これにちょっと甘えちゃう。この予測とインターセプトないから。で、これ使って剥がされてみたいなことが結構多かったし、まあちょっと現段階だとこのインターセプトの予測がないので、能力値で補いきれないっていう感じがしてて、うん、あんまり今のところはね、アップグレーが3とか4されたらめっちゃ強いとは思うんだけど、まあ本当にこのプレイスタイルのインターセプトと予測がないのが本当に気になった。選手ではあったので、まあ、持っとくのは全然ありだと思うけど、今だったら、まあ、先ほど紹介したカンナバーロとか、バデの方が全然使用感はいいかなとは思います。結構期待してた時に残念だったんですけど、まあ、アップグレに期待かなっていうカードだと思います。はい、続いてはアシニョンですね。181センチのミディミディの34になってます。能力あると、ペースしっかりやって、パスも
パスはちょっと上手くないかな。で、ドリブルもね、数値だけ見ると軽くて、リアクション94っていうのも素晴らしい。で、守備値も高いね。インターセプト86のタックル90。守備意識も86っていうところで十分だと思います。体幹の数値が全体的に低いのがちょっと気になる部分かなって思ってます。プレイスタイルがブロックプラス予測、ラピッド容赦なしプラス、クイックステップシールドっていうところで、ま、アシニョンに関しては、正直、個人的には、期待してた分、ちょっとその期待に応えられなかったかなっていうような印象を受けてます。特にね、あれなんだよね、サイドバックとして、軽いと思ったんですよ。ドリブル90で味腹も高いし、ドリブルも高いっていうところで、軽いのかなと思ってたんですけど、ドリブルがしづらい、この選手は。スキルが3っていうのもあるとは思うんですけど、ちょっとドリブルがしづらいなって感じたのが特に感じてて、まあ、守備に関してはね、申し分ないから、まあこの選手は、やっぱり上げないサイドバックとして、使うのがベストかなとは思います。ほんとドリブルはね、使ってみるとめちゃくちゃ重いから、なんか期待しちゃダメって感じかな。守備に関してはね、十分やれるけど、まあ、積極性74の部分とかも含めて、なんか全体的に、自分がハードルを高くしすぎてたっていうのもあるけど、なんかそこまで強くなかったかなっていうような、印象を受けてます。まあ、もちろん能力だけ見たらめちゃくちゃ強いし、作ってない人は作るべき選手だとは思うんだけど、なんかまあ、期待はしすぎない方がいいのかなっていうような印象を受けてます。続いては、まあ、ちょっとこれはね、もう作れないんですけど、個人的に、めちゃくちゃ使用感が良かったんで、まあ、紹介というか、まあ、ちょっと自慢をさせてください。はい。デストですね。173センチのハイローの4号なんですけど、ローって感じしないですね。ハイハイぐらいの感覚あります、デストに関しては。で、ペース95としっかりあって、パスも視野86、ショートパス95としっかりあって、ドリブルが何より軽い。今まで使ったサイドバックで一番軽いかな。オナバトルより軽いかもしれない。ってぐらいドリブルはめちゃくちゃしやすいし、守備もね、そこまで数値高くないんだけど、全然、使用感いいですね。で、まあ、体幹の数値に関しては、まあまあまあって感じですけど、で、プレスタイル強パスプラスロブタツ、大胆なパスフレアっていうところで、強パスプラスでね、逆足5でパスも上手いから、もうちょっと隙見せれば強パスさせるし、で、フレアを持っててドリブルも軽いから、もうめちゃくちゃ軽い。だからもうデストでひたすら持って、相手がちょっと隙見せたら強パス入れて、ロブタツ入れて、みたいな、組み立て方ができるので、で、守備値もね、申し分ないし、で、守備量感じないしっていうところで、まあ、もし作った人いるんだったら、まあ、本当にスタメン級だと思います。サイドバックのランキングの時も紹介したんだけど、この選手は相当強いし、作ってよかったなって思えるぐらい、めちゃくちゃ使用感いいので、まあ、本当にデストはおすすめなので、もし作った人がいたら、まあ、もしちょっと諦めないでね、廃炉だからちょっと使ってないとかだったら、もうちょっと試してみてもいいのかなと思います。それぐらい、レオアクティブでね、ケビも気にならないしっていうところで、超強い選手なので、まあ、これはちょっと自慢というか、まあ、本当に強いよっていうことだけ紹介させてください。はい、続いてリコ・ルイスですね。175センチのハイミディの44になってます。で、能力見ると、ペース91と最低限あって、パスはちょっと上手くないかな。視野77なんで、ちょっと気にしてあげなきゃいけないと思います。で、ドリブルの数値は、まあ、普通に軽いようなタイプの選手で、守備値もインターセプト80のタックル90でしっかりありますね。で、フィジカルの数値もスタミナ97、積極性93は素晴らしいと思います。で、プレースタイルが強パス、ブロック、ジョッキープラス、容赦なしなんで、スタミナも気にしないでくださいっていうところで、リコ・ルイスも使ったんですけど、なんかね、やっぱりデストを使ってる分、なんかちょっとやっぱドリブルがね、重く感じちゃうんだよね。これデストのせいなんだけど、うん、ちょっとね、ドリブルの使用感、まあ最低限、普通に全然軽かったんだけど、なんか守備の貢献とかが自分が思った以上にしてくれなかったなって印象がありますね。で、ペースに関しても91あるんですけど、そんなに速くない。多分クイックステップがないからなんだけど。だからちょっとなんか、スピードの面でも、まあちょっと守備の部分っていうところで、足を引っ張っちゃってるかなってぐらい。あんまり、なんかもう使っててやっぱり使った選手って、うわ、強ってなるじゃないですか、基本。強い選手って。それをちょっとルイスには感じなくて、あれあんま強くないのかなみたいな感じでずっと使ってたんで、まぁ、ちょっとその気持ち的なところもあるとは思うんですけど、まぁ、値段も結構ね、するし、うん、サイドバック重要なんで、まぁ、使用感試してみるっていうところでは全然ありだとは思うんですけど、能力的にはやれるから、個人によると思うから、これに関しては。ただ、僕個人は、
なんか値段通りの強さはないなって印象だったので、って感じでしたね。続いては左サイドバックにはなるんですけど、ネッツですね。184センチのミリハイの3-4です。で、ペース級89度しっかりあって、パスちょっと視野72下手だけど、ドリブルも、この数値以上に軽いですね。この選手は。普通にドリブル使用感良かったです。で、守備値はね、インターセプト86のタックル93。めちゃくちゃ強いです。で、積極性も89あって、ジャンプも92で線もあるっていうところで、でプレスタイムもね、ローブ2つあって、インターセプト、ジョッキー、シールド、でスロワーが邪魔だね。で、容赦なしプラスにクイックステップっていうところで、まあ、この選手にスロワーがなければ、多分サイドバックのエボはネッツにしてました。ってぐらい結構ね、ドリブルの使用感も良くて、で、守備のタックルに関してもしっかり守備してくれるし、スタミナも持つし、まあ、唯一欠点はスキルがね、3っていうところと、パスが下手っていうところ、ぐらいで、まあ、本当に値段の割にはめちゃくちゃコスパ良かったなとは思ってます。本当にこのスロワーっていうところが邪魔をしちゃってるぐらいで、やっぱこの能力値でインターセプトついてるのとか、あとまあロブタツついてるのとかはめちゃくちゃ優秀なので、まあなんか値段的にもめちゃくちゃ安いし、コスパで考えても普通にメタ級レベルの動かしやすさだったり守備の強さはあったので、まあ、普通にネッツはおすすめですね。普通に無難にやれるサイドバックだと思います。強いです。続いてバルデですね。175センチのハイハイの4-4になってます。能力はペース97としっかりね、めちゃくちゃ速くて。で、パスの数値もまあ最低限な、ちょっと上手くないぐらいかな。で、ドリブルはね、この数値通りって感じだね。なんかバルデって小さいし軽そうだから、ドリブルしてみると結構重いんで、ここはちょっと過度な、期待はしない方がいいです。ほんとなんか、デイビスを使ってると、バルで重いなってすごい感じますね。で、守備はインターセプト83のタックル80なので、守備はしっかり強いです、この選手。で、フィジカルの数値はちょっと積極性とかフィジカルないのが気になるかなっていったところです。プレスタイルが、大胆なパスに予測にインターセプトプラス素晴らしいね。で、ジョッキーにラピッドに容赦なしにクイックステッププラスっていうところで、まあ、クイックステッププラスがあるような感じのペースは感じないかなって感じです。普通にデイビスの方が速さはすごく感じます。あっちの方が。うん。ただまあ、守備の面だったりは、やっぱバルデの方がインターセプトプラスだったり予測あるんで上ですし、まあ、積極性ないんでたまにちょっと取り切れないなとか、足伸びないなみたいなところはあるんですけど、まあ、サイドバックで考えたら普通に守備は上位の方だと思うし、まあ、ドリブルがちょっと重かったりするんで、そこが、気にしなければ、まあ、最低限のちょっと、ドリブルのしやすさはあると思うので、まあ、これは好みによるかな。個人的にはそんなに好きじゃなかったんですけど、まあ、FCS 優勝したザクニキもサイドバックスタメンバルデだったりするので、まあ、優勝した選手がね、バルデサイドバックで使ってたんで、弱いことは間違いなくないです。これは本当好みによるとは思いますので、まあ、バルデも、まあ、値段はちょっと高いけど、まあ普通にその値段通りの強さは発揮するんじゃないかなっていうような印象を受けてます。はい、続きましてはウドジェです。186センチのハイハイの4-3です。これ90にしてね、エボったウドジェになります。まあペースしっかりあって、でパスがちょっと下手なの気になるけど、ドリブルもね、ちょっと重いんだよね。身長がやっぱ186ででかくて、体もすごい、ごついから、ウドジェは。ちょっとね、ドリブルの使用感は、なんか重いなっていうのは正直感じてます。で、守備はめっちゃ強い。インターセプト84のタックル89以上に体がでかくて、横にも縦にもでかいから、守備はほんとしっかり強いですね。で、フィジカル面もね、申し分ないから、本当に守備の人っていう印象ですね。プレスタイルが強パスプラスがついて、ロブタツ、大胆なパス、ブロック、ジョッキープラスクイックステップっていうところで、まあちょっと予測とかがないのが気になるぐらいかな、うん、この選手は。しっかり守備は強いし、まあちょっとたまにバツタックルでね、フィジカルがある分甘えちゃうっていうところがあるので、そこだけ気をつけてあげれば、まあしっかり守備はしてくれると思うし、で、強パスプラスがついたからね、たまに上げて強パス、デストと同じように、相手の隙をついて強パスを刺していくっていうところで、まあ逆足さんですけど、強パスで出してあげればね、強パスプラスの、おかげでパスは通ると思いますし、普通に。うん。まあ、エボって、まあ全然強い選手だと思います。ちょっとね、正直なところ言うと、デイビスでよかったかなって思ってるのは、本音なんですけど。まあ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 、もっと使ってみて、使用感試してみてっていう感じですかね。まだちょっと使い慣れてない部分があるので、まあもっと試して、ウドジェがどうなのかっていうところは、使用感確かめていきたいと思います。続きましては、センターハーフになってきます。ペドリです。174のハイハイの4-4になってます。で、S がまあ85、加速88あるのはいいですね。で、パスめちゃくちゃ
うまくてドリブルも使用感めちゃくちゃいいです。で、守備もインターセプト80のタックル85なんですけど、なんかこれ以上に強いね。なんかめちゃくちゃね、しっかりタックルも入るし、気が利くポジショニングしてくれるから、めちゃくちゃ守備も強いっすね。で、フィジカル面に関しては、まあちょっとスタミナ以外は、物足りない部分はあるんですけど、まあまあまあって感じですね。で、プレイスタイルが、スルーパスプラスに、ロングパスに、ピキタカプラス、トラッパー、迅速、容赦なし、テクニカルっていうところで、まあ、ペドリは90の時にね、使ってたんですけど、最強でした。はい。個人的にやっぱり、89ペドリ使ってる時から、僕はもうペドリは異常に推してるというか、使用感気に入ってて、で、ティキタカもあって、スルーパスプラスもあるっていうところで、パスどんどん、ダイレクトだったりで出せますし、で、攻撃の時も気の利いたポジショニングするし、なんか攻守において本当に気の利いたポジショニングをしてくれるっていう印象ですね、ペドリは。で、ドリブルの使用感も最高だし、まあ使ってて、今まで使ったセンターハーフで、一番最強だと思ってます、今でも。うん、本当に使用感最高なんで、まあ値段はね、100万超えてすごい高い選手にはなるんですけど、まあプレイスタイルだったり能力だったり使用感も含めて、個人的に今まで使ったセンターハーフで、一番強かったです。それぐらい僕はペドリ推しなので、まあ値段がちょっと高い部分あるけど、まあちょっと100万ぐらいで誰か試してみたいなみたいな、沢さん飽きたなとかだったらペドリ使ってみてもいいかなとは思ってます。それぐらいおすすめです。使用感最高なんで、ぜひ使ってみてください。はい、続きましてザイール・エメリですね。178センチのミディハイの54になってます。で、能力がペース90で速くて、でパスも上手くて、ドリブルはね、そこまで軽くはないですね。アジバラが8488なんで、思った以上に軽くはないです。で、守備はめちゃくちゃ強い。インターセプト89でタックル91でペースも90としっかりあるので、守備はめちゃくちゃ強いですね。で、体幹の数値も全体的に88っていうところで、まあ申し分ないし。で、プレイスタイルはスルーパスに高に、ジョッキーにテクニカルプラスにシールドプラスっていうところで、まあ自分は4321のアンカーで使ってたんですけど、まあそれの理由としてはもう守備面での貢献が半端なかったからってぐらい寄せは早いし、その取った後もしっかり寄せは早いし、取ってくれるし、インターセプトも結構してくれるし、で、ドリブルも最低限の動きしてくれるし、まあ問題点としてはやっぱりアンカーなんで、やっぱりこのテクニカルプラスだったり、このティキタカスルーパスとかが使いづらいっていうところと、ロブタスがちょっとね、ないのが、サイドチェンジするときとかにちょっと不満あるなって思ったところが懸念点かな。FCS 先ほども話した優勝したザクニキは、ザイル・エメル右の CM で使ってたんで、まあ、これは好みによるかな。自分としてはこの強化版バルベルデみたいな感じで、アンカーでどっしりしてもらいたかったから使ってただけで、まあ、普通に CM、攻撃的な、アンカーじゃなくて攻撃的な CM で使ってみても、全然プレイスタイル的にもやれると思うし、まあ、値段は正直、コスパは悪いと思う。高いとは思うけど、まあ普通に強かったかなって思ってます。うん、まあ悪くはない選手、中盤としては全然強い選手だと思います。続きましてチャルハノールですね。178センチのハイハイの44です。で、まあ能力、まあ前、昨日とか一昨日にファンタジーの時に説明したからいらないかもしれないんだけど、まあ実際使ってみたんですけど、めちゃくちゃ使用感良かったです。まあ普通に、まあ全体的な能力、文句ないし、うん。で、やっぱブルーノに比べて守備値が高くてインターセプトがあるのがいいっすね、この選手は。ブルーノって守備値そんな高くないから、予測とかインターセプトでごまかせる部分あるんだけど、この選手インターセプトもついてて、守備のこのインターセプト87っていうところがめちゃくちゃいいっすね。で、ドリブルもブルーノより軽いから、そこも評価できる点だと思うし、まあ、昨日インテル 4-0 とかでね、勝ってたから、まあ、チャルハノールね、温存っていう形で出なかったから、ムムって感じなんですけど、あと残り3試合出てくれて、インテルが次の時に、3-0 とか 4-0 とかで勝ってくれれば、まあもう3アップグレ、2アップグレは確定するんじゃないかなと思いますので、アップグレ前でめちゃくちゃ使用感良かったので、まあアップグレ後は本当にどんな感じになるんだろうなと思ってて、まあ本当 FCS が3月ね、まあ大会が2週間後、3週間後に迫ってると思うんですけど、まあその時のために自分はチャルハノール使っていくかなと思います。今のところアンカーで使う候補ナンバーワンになってるので、うん、チャルハノールはめちゃくちゃ強いので、値段も、まあ、この能力の割には、セリエ、インテルっていうところで30万ぐらいなので、安い選手だと思ってますので、普通に強いと思います。てか強い、うん。マジで強いんで、おすすめです。はい、続きまして、リチャードソンになりますね。195のミリハイの44っていうところで、まあ、この選手も普通に強かったですね。うん、ペース84でしっかりありますし、
まあ、パスもさ、てかパスうまい。この数値以上にうまいなって思ってます。パスめっちゃうまいです、この選手。で、ドリブルも全然、この数値以上に軽いし、守備もやれるし、で、体幹の数値も、申し分ないかなと思ってます。で、プレスタイル、ロブタツプラスに、ジョッキー、トラッパー、シールド、容赦なしっていうところで、じゃあなんでお前、リチャードソン、エボんなかったんだっていうところになるんですけど、まあ、正直ずっと迷ってました。リチャードソンが、ウドジェをエボる前だと、一番、エボする、候補の一等生だったから、この選手が。だから、まあ、理由としては、まあ、大会のことを考えて、フリットでいいかなっていう、そこで。自分アイコンの枠、カフーとか使ってたんで、フリットは一応置けるんですよね。だから、まあ、フリットでいいから、とりあえずリチャードソンじゃなくていいかなっていうところで、まあ、ウドジェにしたんですけど、まあ、この選手エボったら強そうだし、身長もでかいし、ミリハイだしっていうところで、うん、まあ、ちょっとまあまあ、そこに関してはね、もう決めちゃったことだからあれなんだけど、まあ、普通にリチャードソンはエボる価値あると思います。それぐらい87の時点で使用感良かったので、まあ、やっぱり本当おすすめの選手かなとは思います。普通に作って良かったなって、普通に今でも思ってます。はい、続きまして、マイリですね。164センチのミリハイの54といったところで左利きですね。で、まあ、この選手も、めちゃくちゃ強かったです。はい、今週 CF で使ってたんですけど、まあ、ペースはちょっと物足りないんですけど、まあ、シュートとかも最低限の数値あるし、パスも、まあ、最低限かな。まあ、普通にティキタカ持ってるから、この選手。普通にパスも上手いし、で、ドリブルはめちゃくちゃ軽かったっすね。で、守備値もね、高いんだよね。インターセプト89の守備意識87だったり。で、体幹の数値は、まあまあ、ちょっと低いけど、そこは弱点かな。で、プレスタイルが、ティキタカに、大胆なパスに、トリックスターに、シールドプラスに、フレアにテクニカルプラスにトリベラに極限種っていったところで、この選手のテクニカルめちゃくちゃ速いし、めちゃくちゃ取られないっすね。配信だとそこまで試さなかったんですけど、その後の、自分がスカバトとかね、ちょっとやってる時にめちゃくちゃ速かったっす、テクニカル。で、シールドがあるんでそれで取られないんですよね。だからこれは唯一無二の性能なんじゃないかなと思います。シールドプラスとテクニカルっていうところは。今までプテを左のボランチとしてね、中央カバーのボランチとして使ってたんですけど、プテよりやっぱ守備の面でね、かなり貢献度高いかったので、まあ普通に能力もね、この選手上がる可能性が十分あるので、リオンの女子今、抜群に強かったからね、今見てたら。毎回4点、5点とか取ってたし、まあアップグレードチャンスもめちゃくちゃある選手っていうところで、まあ、持っといて損はないと思います。値段も20万ぐらいかな、20万以下ぐらいで買える選手で、かなりコスパもいいので、まあ普通にマイリは強いと。思います。てか強かったです。アップグレされたらさらに強くなるって考えたら、ちょっと楽しみな選手になりますね。はい、続いてリース・ジェームスじゃなくて、ジェームスの弟ですね。ローレン・ジェームスですね。175センチのハイローの54です。で、ペース90にしっかりやって、この選手はね、シュートがちょっと下手だったね。決定力85っていうところが、足を引っ張る部分はあったかなと思ってます。で、パスはね、めちゃくちゃうまい。で、ドリブルも、足払は低いけど、この選手フレアプラスなんで、ドリブルは軽かったし、使用感めっちゃ良かったです。で、フィジカルも97あったりするんで、まあ普通に使用感はめっちゃ良かったです、ジェームスに関しては。で、プレスタイルがロブタツ、ティキタカ、大胆なパスにトリッカー、トラッパー、フレアプラス、ラピッドプラス、クイックステップっていったところで、バペよりね、全然ドリブルしやすいですね。本当に決定力だけかな、この選手の欠点は。それ以外は本当に急にバペよりは使用感良かったし、で、ラビットプラスって言ったところで、まあ足もしっかり速いし、で、何よりティキタカついてるんで、こういうなんかゴリゴリのタイプで、足も速い、ゴリゴリですみたいなタイプでティキタカついてる選手ってこの選手しかいないから、本当このティキタカっていうのがめちゃくちゃいいかなとは思ってます。ジェームスめちゃくちゃ強いし、サムカーとかね、トレフカとかで持ってたり、サムカー使ってる使用感いいよっていう人は、ジェームス、ケミ合いますので、まあ、使うのはありだと思います。それぐらいジェームス、使用感としてはめっちゃ良かったです。ほんと決定力以外は完璧に近いぐらい強かったんで、おすすめです。ヘルンドになります。これは、やばいっすね。もう右の成績見ればわかるように34試合で37点取ってるというところで、使用感最高です。191センチのミリハイの44といったところで、まあ、ペース93でシュートめっちゃうまいね、これ。シュートめっちゃうまいです、この選手。で、パス下手なのは気になるけど、ドリブルも使用感全然悪くないし、体幹の数値全部ね、フィジカル92あったり、ジャンプ96あったり、っていったところで、体のデカさと強さも発揮できる選手でしたね。でプレイスタイルも、まあ、多分軽い理由めっちゃあるんだよね。高精度、ループシュート、パワーショットプラス。これいいっすね、パワーショットプラス。で、トラッパープラスに、フレア、テクニカル、
クイックステップ迅速がついてる、まあ、ここのがついてるからなんかドリブル軽いんだよね。あのワイハーランドみたいな感じかな、うん、使用感としては、まあ、てかワイハーランドじゃなくてホイルンドでいいじゃんってなるぐらい使用感抜群にいいですね。でノックオンした時やっぱこの選手長いんでめちゃくちゃ速いし、うん、使用感は正直最高です。値段も20万ぐらいって考えると超強い選手だと思いますので、今の環境本当に長い選手のノックオン止めれないんで速すぎて、うん、ってぐらいやっぱりシザースしてからの加速が異常に速いし体も強いしシュートも上手いしっていうところで、まあ、欠点がね本当パスの下手さぐらいかな。ドリブルの使用感も悪くないからこの選手だから、まあ本当におすすめというか、まあ、値段20万ぐらいでコスパって言われたらホイルンドって一択ぐらい言えるぐらいホイルンドは強いので、まああとまだ使ってはないけど、まあボニフェイスと比べてねパスが下手な部分とかだったりそういったところで使用感変わってくると思うので、軽さ求めるんだったらホイルンド、パスのうまさと強さ求めるならボニフェイスみたいな感じで使ってみるのがいいんじゃないかなとは思います。ホイルンドめちゃくちゃ強いんでおすすめです。はい、ってことで以上になります。まあいろんな選手使ったんですけど、まあ僕がおすすめしたいのは先場だとバーデとカンナバーロかな、まあ特にバーデかな、バーデでサイドバックはネッツかな、ネッツはかなり使用感良かった、スロワーがない、スロワーがあるぐらいが欠点かな。であとはペドリ最強です、本当におすすめ、使ってみてほしい、使ったことない人はってぐらい、まあ、値段は高いけどねってぐらいめっちゃ強いです、おすすめです。まあ、あとはホイルンドは、ホイルンドジェームスは言わずもがなだし、まあ、マイリとチャルハノールに関してもまあ、今後に期待したいかなって思ってますということで今回は以上になります。最後にねチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。